正直、国内アマゾンで、稼ぐのはですね、アメリカアマゾンで売るよりもはるかに難しいです。それというのもね、よく、日本は世界第3位の経済大国という話を、輸入する人とか国内市場をね、大きく見せたい方はいるんですけど、実際問題ね、1位のアメリカと3位の日本では、4倍以上の開きがあると。2位の中国ともね、倍以上の開きがある。で、これをね、人口で割ると、もっと、儲けにくさが分かってくるんですけど、一人当たりのね、所得という形で見ると、アメリカが世界第7位、約639万、640万ほどですね。で、オーストラリア、ね、私が今住んでるオーストラリア、今度、アマゾン輸出、物販が始まるオーストラリア、ここは583万円。で、日本というとね、世界第26位、ね、3万2000ドル、370万円と、アメリカ人は日本人の1.72倍の所得、経済規模だと4.37倍、これをかけるとね、経済規模と1人当たりの所得をかけると7.51倍の開きがあると。で、この数字はちょうどですね、日本アマゾンとアメリカアマゾンの稼ぎやすさに感覚的に大体合わさりますね。日本アマゾンだと、大体10万円ぐらい、稼げる感じの人が、仕入れ資金さえあればね、もう同じ、スキルと時間をかければ、アメリカアマゾンで75万儲かると。大体そんな感じですね。逆に言うと、日本アマゾンで、10万円稼ぐっていうのは、アメリカアマゾンで、75万稼ぐってことですから、アメリカアマゾンでね、10万稼ぐ労力とは全然比較にならないわけですね。多分国内転売から入って10万円稼げるようになるのは10人の方が初めてね、1人いるかいないかっていう程度だと思います。ところが、ね、アメリカアマゾンだったら、続けてさえいれば大体10万円には到達すると。で、それがね、今年始まる、オーストラリアの場合は、今ネットショップというのがね、ないです。あるんですけど、使い物にならないんで、ないです。日本はね、非常に優秀なネットショップがあると。アメリカもね、この2ヶ月間行ってみて驚いたんですけど、ネットショップはすごい進んでますね。もうほとんどのデパートがネットショップ取り入れてます。それでもアマゾンに買わなくて撤退というぐらいなんでね、もうかなり浸透してる。アマゾンというそのネットショップがしのぎを削って、アマゾンが他をもう叩き潰してる。日本の状態と非常によく似てますね。ところが、オーストラリアはもう、誰もライバルいないと。そこにアマゾンがね、黒船で乗り込むというような感じです。だから、オーストラリアアマゾンが始まるとね、おそらく、日本で10万儲ける方だったら、150万儲かるんじゃないかと。ね、アメリカで、10万儲かってる方だったら、20万儲かってるんじゃないかと、儲かるんじゃないかというぐらいの感じなんでね、今からとても楽しみにしてます。で、このタイミングでね、アマゾン輸出を始めて、オーストラリアの開始を待てば、本当に儲かる可能性があるんです。